どうもめぐしでございます。はい、どうもまいどうもめぐしでございます。エレキシリーズ、悲しみの果て、エレファントカシマシです。はい、難しいです。はっきり言って、多分、あれですね、ユーフレットさん、あれですね、多分ギター3本でやってはりますんで、多分、ボーカルの、弾くギターぐらいのコードしか載ってないんで、ちょっとよくわかんないんですよ。わかんないままやります。でもまあいいでしょう。とりあえずどうせわかんないからね、いきます。悲しみの果てです。エレカシです。悲しみの果てに何があるかなんて俺は知らない。見たこともない、ただあなたの顔が後には笑いがあるはずさ。誰かが言ってた、この安ピック2回目だっていうの、まあいいんですけど、というわけでまたさよならということで、ちょっとねすごいよ、ピックが欠けたよ。また2個目だよピック。買ったんですよ、いっぱい。やっぱ硬いピックじゃないとダメなのかな。まあどうでもいいよそういうことは。レカシですけど、悲しみの果てですけど、やっぱ難しいですね。ちょっと失敗もしたんで、部屋を飾ろうっていうところがちょっとね、弾いてると音が出ないという不足の事態に陥りました。ちょっと固めのやつやった方がいいかな。いっぱい買ったんですよ。ほら見て、ピックちゃん可愛いでしょ。可愛いピック。だね、あかんねん。柔らかいのあかんねん。すぐ割れるね。ピックって消耗品だね。本当に。一緒なんだけど、よくさ、ほらあれやん、コンサートで、椎名林檎さんの東京事変のコンサートばっかり見てたんですけどね、最近ね、よく投げてましたね、ピックを。ピックっていくらあっても、まあ、いくらあっても困りませんからね、ピックって感じですよね。もうくださいって感じ。でも恐れ多くて、東京事変とかでもらったピックとか使われへんよな。ほんまに。ああ、でもちょっと、疲れた。でもまだやります。というわけで、今回、エレカシ、超有名な悲しみの果てでした。それではまた。バイバイ。ピーポーピーポー。